1982年10月14日生まれ。鳥取県で生まれて、幼少時代は岡山、広島で、小学校から奈良に行き着きました。真夜中に起きて考え事をしてると、なんかこうぼんやりとイメージが湧き上がってきて、まあ、書きながらその感覚をまあ探ってるっていう感じですかね。いつも絵を怖くしようと思って描いてるわけではないんです。ホラー映画みたいにならないように気をつけていますね。なんかこう不穏な雰囲気は漂わせながら、まあ怖すぎないってこう絶妙なラインをいつも探ってますね。いつもどう出来上がるか分かんないんですけど、まあ、そのどこに着地するかわからないっていう感覚が苦しくもあり、楽しさでもあるっていう感じですか。